RE 経営の島田です。スウォット分析と経営承継とコンサルタント事務所経営の動画です。今回はですね、経営者、中小企業の経営者が喜ぶそのマネージメントと言われるものの見える化コンサルティング、これについて、お話をねしていきたいと思います。多くの中小企業の経営者というのはですね、大なり小なり自社の幹部に対して不満を持っているですね。例えば幹部らしい仕事をしてない、それから部下の教育をしてないとか、仕事の管理をしてないとか、実務ばっかりしてマネジメントできないとか、幹部として提言がないとか、いろんなこの希望というかね、不満を持ってるわけです。で、我々が幹部自身にあなたの仕事を教えてくださいってこう聞きましてもね、明確な答えを出せない人は結構です。あれとこれとどれとそれとこういろいろなこと言われるんだけど、いやあなたの仕事の本質は何ですかって言われても答えきれない。いわゆるそこでですね、幹部の仕事の肩決めをするコンサルティングというのを経営者に提案してみたらどうかということなんですね。いわゆる幹部のですね、定型業務を文書化していこうということです。定型業務というのは、例えば毎日の実務と管理、毎週の決まった曜日に行う実務と管理、毎月の決まった日に行う実務と管理、あとスポットとまたでこういうふうに分けられるんですね。毎日の仕事というのは、朝出社してから夜退社するまでに行うルーチン業務です、ね。で、毎週の仕事というのは、例えば月曜日で何とかミーティングにするとかね、水曜日に何とかチェックをやるとか、で、木曜日に何とか会議の、例えば準備を行うとかね、そういう曜日で決まっている実務とか管理。毎月というのは、例えば初旬1日の日には何とかの報告書を出さないかんとか、10日の日には何とか順報を出さないかんとか、ね、そういう日によって決まっている、ね、業務で、スポットというのは毎年7月にはこれをするとか、3月には決算だから、例えばその業績の、ね、積み上げをやるとか、来期の計画を作るとかいうのが、これがただ決まってるわけです。で、このね、定型業務の中に多くの方は定型業務を書くんですね、ルーチン業務を。しかし大事なことは、経営者が期待しているのは、そこにクリエイティブ業務とマネージメント業務を入れるということなんです。定型業務をしただけならば、これは仕事の肩組みにはなりません。ただ今やってることを書いただけですから。で、経営者が望んでいるのは、この幹部の実務じゃなくて、マネージメントやクリエイティブ業務ですから。だから、一般的にですね、幹部の仕事というのは、業務というのは、仕事と作業というふうに区分けされるんですね。で、作業というのはルーチン業務です。いわゆる頭使わずとも、とにかく普通にやる作業。ところが、仕事というのは基本的にクリエイティブ業務を指している。クリエイティブ業務と何かといえば、創造的な仕事、未来を作る仕事、今の仕事をより良くするための仕事。だから、例えば今の業務の効率化をする、例えば企画立案を考えるとか、部下が育つための教育訓練をやるとか、年度計画とか目標設定をやるとか、業務改善の取り組みをやるとか、部門業績を上げる戦略を作るとか、顧客の調査をやるとか、これらは一般社員じゃなくて、やっぱり管理職が行うべき仕事、要するに未来を作る業務が仕事というところですね。これをされないから、経営者が幹部に対して不満を持つわけです。で、その幹部の仕事の一覧表を作成して、その、ね、研修で作っちゃうというようなことが、一つ見える化コンサルティングの人と提携パターンなんですね。だから、提携業務やクリエイティブ業務をマネジメント業務、これをですね、幹部研修半日か1日で作ることを経営者が提案します。そういう企画書を書いて。で、多くの経営者はマネジメント業務とかクリエイティブ業務に対して不満を持っているから、幹部の仕事の見える化はで、こういうクリエイティブとマネジメント業務を整理しますよというと受け入れられる可能性があるんです。あとは値段だけ、あとは研修費用の問題だけです。で、例えば私の場合は、一般企業や介護施設もこの幹部のね、仕事の見える化研修というのを、その過去相当やってるんですが、参加者は自分が何をすべきか、棚卸しができたとか、結構ポジティブに考え方が多いですね。結局ね、仕事の棚卸しなんです。
で、その仕事はあなたがすべき仕事ですか、部下にさせるべき仕事ですか、部下にさせるべき仕事を自分が取って時間だけ取ってるケースもあるから、それが今回のこの幹部業務一覧表作成業務では明らかになってくる。だから幹部にあなたは仕事をしているんですか、作業をしているのかと、まあ、変えたらこういう研修を3年に1回ぐらい提案するわけですね、まあ、集合でもいい、個別でもいいんだけど、まあ、こういうのをちょっと、アイテムにね追加されると、コンサルティングの幅がね広がっていくんじゃないかなと。またそこで幹部のですね困りごととか悩みごとも直接分かるから、そうすると経営者に 逆提案もできるようになってくるわけですね。まあ、コンサルティングの幅の一環としてね、トライしてみてはいかがでしょうか。今回は以上です。